では13黄色が1個箱が余るよねぐらいかなここにこれがあるから。 空箱越しにそれを押し込んでこれが邪魔かない黄色をそこに入れてどかすみたいなことをやるんですかたぶん。多分 どかせるようにはなったけどなんでしたかったんでしたっけつのがあってえーっとねこれをしたことでこれを入れられないよねみたいな事件が起こっている。 この箱を紫色の箱は余らないから紫色の箱は余らないんだよねどうせ行ってきてができないでも何が 問題かってとこれを空の箱で押したいよねって言ってる空の箱を持っていきたいよねってなってるこのにこれがまあまあまあ邪魔だよねという一旦上げてみよう 空の箱で押すああ積んでるじゃん。こうでない。えっ、ー、と、こっちで押すと、こうなり。まあ、終わりって感じ。はい。じゃあ、何をしないといけないのか。 もしもできるかできるけど上に紫があることが問題視されている全部疑問形なんだこのゲームずっと疑問形ですえー、っとここにあるこれが取れることやむのごとし取れませんよ を入れると、まあ、こうなっちゃうんで、上から下に押したいんですけど、これが下にある状態で、あれが下に来るよねってことができないだろうなと言っています。ま、あそう思います。そんな単純ではないよー。 この辺はまだまだ何も分からんという状態ここに紫の箱が欲しい。 うんこれをさ右側に押すのってあまりにもストレートすぎて怪しすぎるんですけど。 おそうじゃないんだとしたら何ができるえっ、ー、と。オレンジ色の。そうだね。オレンジ色さっきやったよね。でも、オレンジ色なんか、これを押し込んだ先に置いとくっていうのは。さっきここでやって、まあ、失敗したかなという感じだったな。 だからこれがこれがななければそれでもいいよまあでも今は入れ替わることがそもそもできないよねって感じかな うん。わざわざこれを右押す意味もないから別にやんなくていい。なんかこの空間を使う意味がないんで今。なんかを決めた時にこれを動かせばよくて。 えー、何をするか決まんない状態で動いてるんだけどこれよくないんじゃないですか何をするか決めてから動いた方がいいのではこれダメなのはさっきあったやろあらこ,ここに黄色い箱入れたいんかなんですよね入れたいんですかはいいいが不明 <laughs> 不明なのそこに黄色の箱を入れたら次に何をやりますかを問われちゃうから黄色の箱を入れて不正解になるとも正解になるとも言えないそこに黄色を入れるのはその最初のこの2人の入れ替えでいけるんですけど まあまりにもそのまんますぎる。これが移動できるんですけど、ここれがさ、このな、こ,こが2つ重なってるときは本当にわかんないんだって、私。これを押し込むと私は消えちゃうので、空の箱がある状態じゃないと押せないですよ。で、しかも、えー、っと、あっと、 そうゲームオーバーになるんだったゲームオーバーになるんでしたかんうんとこれを押しこれを押したら箱が入ってないから俺がうーん そこの間に黄色を挟んどくみたいなことできるのかな。できない気がするな。ここにこれが挟んであって。挟んであるから何っていうのもわかんないの、ね これを壁際に,に押し込んじゃいけないよねはそりゃそうなんでこれをさは下に持ってくるともういよいよ何もできないよねっていう状況になっちゃうねこれこの箱を作ったところでこの箱を下に持っていくことができないんですよ私一人しかいないから持ってくんだったら持ってく先に空の箱を置いといてくるよねって感じでしょ空の箱を置いといたらえっ、ー、と 紫のリングがそこに行くので、紫の箱がないと、もうそこからさらに動くこともできないわけでしょ紫の箱を置いといて、そこにそれを詰め込んで、俺が黄色になって、その状態で右上でクリアできんのっていうと、あの箱を右に持ってきて、空箱二つを右側に持ってきて、空箱であの箱を上に押し上げないといけないってことは、 通路を、えっ、ー、と、このブロックで塞ぐともうアウトなので、ここにあってもここにあってもクリア不可能だよねって言ってんだよね。これを下に押し下げたところでクリアできるルートはもうないよねって言われてるよね。これがね、左上に行くのが一番硬いんですけど、これを左上に持っていくときに、この、 この子がねえとなっちゃうね次はこの子がねえになるああ生からだってここになんか紫色を置きましょうよっていう話から 上の二人を入れ替えましょうよって話に急に変わったからやめてくださいよそういうの結局ねなんかそこにあなたがいるようで変えられないのがずっとネックな気がする。 やれることはんだろうながええなうんなんとしちゃって意味ないこのステージの肝はなんだろう左側の黄色が。 取り出せない左の黄色は取り出してくることができない上にあるあの箱は取り出してくることができないみたいなこの状況 これってリングは刺さってるから上にあ違じゃあ刺せないわ上に押すとリングが入っちゃうね。でゲームオーバーでしょ箱が入ってもゲームオーバーでしょ壁際に押し込んだらゲームオーバーでしょ そこに黄色があったらゲームオーバーでしょうこれはよくわからないよくわからないけどなんかまあうまくはいってない気がする やはいここのこれを避けるような動き方をしていると、なんか、何も、進展がないって感じかな。紫、右側に紫色がいかなかったらあそこで壁ができるから意味がないわけでしょでも紫色が入って紫色が入れ替わっても、紫色が下まで来れないのよね。この紫色を取るのって、えー、これ、黄色で黄色を押すっていうのは実現できないのは、この黄色が取り出せないからです。 はい、うーん何に視点を合わせればいいのかわからないな。ここにあるこれを解除することに視点を合わせるべきなのかこいつを何か別の形に変換することをやるべきなのか。 最終的な目標だと思われる、これを決めろというところを真っ先に考えるべきなのか、こいつを抜き出せってことを考えるべきなのか、なんか、誰がゴールなのかが分かってないのよね。それがこのゲームのやばいところなんだよね。私がずっとこのゲームに対して言っている感想の、ゴールが分からないから手を出しようがないよねって言ってるのはそれなのよ。どのアプローチが、だから、 だから俺が苦手なのは、その、これが苦手だよって言ってるのは、まさにそれなのよね。これが登場してしまうと、中間地点のか最終形なのかが、これでは判断できないのよね。結局全部が対象になっちゃうから、わかんないよね、いっちゃう話。で、メタ読みができないのがやばくて、今。この、 キャプター1-13でここれを出してきたた意味みみいいななとが読み解けないんだよね。さっきこれを習わせたから今度はこれをやらせたいんでしょうみたいなことではないじゃんさっきのステージはゴールブロックの向こう側にターゲットの箱を置きましょうみたいなことがやらせたいことだと認識したからそれができない時点で過去の経験値 <laughs> あれが来たから次はこうじゃんっていうなんかパトリックスパラボックスみたいな 基本形応用形みたいな考え方ができないんですよ、このゲーム。ってことで。ってことで。ってことで。 20分ぐらいやってんのここ20分経ってスタートラインが分かんないっていうゲームなんですよこいつ オレンジ色のリングはここより下には下がらないんでゴールのオレンジの箱はこの辺で作んないといけない。というのは正しいか多分正しい。 この空間やこの空間にプレイヤーが入れないのであれば正しくて多分正しいで、えー、箱入りのリングだから今リングごと移動します リングを取り出すためには壁際に押し付ける行為が必要です左端か右端か選びなさいでしょこのこのオレンジのリングを取り出すためのこの箱を押し出す押し込むのを右端か左端か決めろというチョイスがあるわけでしょ右端に行かせたいという作為は見えるでしょ ただ、それが、あ、えー、の、まあ、嘘かどうかがわからないわけで、箱がこっちにあると、紫色のリングは1個だけなので、だ紫色のリング ?2 ついや、2つあるじゃんけ。2つあるでしょ紫色の箱は、最終位置、ここと、こいつの移動範囲のどこかなんですよね。 えー、今のところこいつを上に上げるというルートが成功しない。なんででしょうね。これにオレンジ色を入れて上に上げるということを成功させていない。もしそれができたとしたら、お互い入れ違いの箱ができていて、それを壁に向かっ、空の箱、うーんと、 壁に向かって押すと、壁際に空の箱があったら、リングがスライドし、適切なものに入るものは入るから、中のリングの色の外側の箱を壁側に置いておけばいいんですが、これとこれが入れ替わった場合に、あ、 これが右にあるならここにオレンジの箱なんだがそれはダメなのは分かるでしょ先にこっちを入れろって話でうんとこれをこれに入れてここに置いた状態でこれがここに入った状況だとこれがこれに入っていて空の箱というものはもうないんだよね 俺と俺以外の箱が3つ、うん、この紫色の箱をこっちに置いといて。 これ、これに紫色を入れて、この紫をこっちに置いといて、こっちから押すと、ここに紫ができて、ここに何ができるかというと、オレンジのリングが、オレンジに入っちゃったものができちゃうので、ここが過程になって終わる。 からやれないやれないっすよね今何を考えていたのかというとこれが上に行ったとしてもなんかクリアできないのではという話をしてましたただ頭の中のほで 紫を右上にっん紫を金色が取れないよっていうレベルの話をしてるのに紫色の箱を左上に持っていきましょうが無理すぎなかった今の話ってこれをしてから紫が左上にあった時にこれを左上に叩きつけようずみたいな話でしょ無理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  無理ではないけどやってる意味ないことは、まあ、言ってた、まあ、こうなるよねとムラーと黄色が左にあっても無理無理なんですよねでこの二人の間に入れるということがどうもできない香りがする。 これは何またさもう嫌なんだけどこの何も分かってないまんまクリアしていくのって何の何の学びもないからマジで嫌なんだけどこのステージは何をやらせたかったんだクリアできたのに文句言うやつ何をやらせたかったのか分かんないんだよ本当にそう当たりしてたまたま当ててんのと同じなんだって今。 この脳内でやっっていいたたととが実はすごく正解だったという紫色こ,これがなぜ正解に至るかをどうやれば考えられるわけ紫色を動かそうねはこのステージを見て最初の1分ぐらいで気づいてたやつじゃなかったっけこの紫邪魔で黄色が取り出せないよねつって。 上に上に上げてこうするよねっていうのは何かやってた気がするんだけどどこで左端でやったらここ2つが挟まれてダメだったねっつっていやこれがここが全然想像できないこれを右に動かしたら次のターンで何が起きてるかを。 頭の中ではトレースできないのでこうなってみないと分かんないねこれが右に動いた時にこうなって生きているっていうことを考えられないっすよ分からないずっと分からないままこのゲームを終わらせるのか俺 1の14はまだやってないけど30分超えちゃうので今日は1ステージあでも次の1の14がこうエリアで聞いてばチャプター1は全部クリアしたよねという感じですね